初戦お疲れ様でした。試合振り返っていかがだったでしょうか。そうですね、まあ、最初の入りから、まあ、どんなチームかわからないと、まあ、結構そこそこやれるチームかなと、まあ、うまく試合を運べないかなというようなところがあって、まあ、入りを大事にして、戦おうということで、まあ、しっかりまず守備の部分から、まとまったプレーが出て、意図するところがあってよかったかなと思ってます。まあ、いい形で点も入ったから、はい、ありがとうございます。2回戦目宮崎日大との対戦になります、はい、意気込みをお願いいたします。はい、もうチャレンジ精神です。まあ、本人たちを聞いてどういう戦いするかというので、まあ、楽しんでもらいたいと思ってますので、まあ、胸を借りるつもりで、今 の, この力をですね、まあ、どんなぐらいのレベルにあるのかというところが戦い終わって分かると思うので頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。